笑い。ここら辺の魚全員ここに今下にいる。やばいやばい、マジででかい。しゅーやばい、超突っ込むんだけど、マジやばい、負けない。何何、はい、おはようございます。釣りすべチャンネルでございます。今日は手漕ぎボート釣りに来ております。葉山でございますね。普段はね、弟と二人でやってるチャンネルなんですけれども、今日スペシャルゲストをお招きしております。しゅんちゃんです。ねるっと、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あんまりこう釣りをね、普段してるわけではない。そうですね、まあ、言ったら初心者。ボートは初めて。もうちょっと前に来て。初めてのしゅんちゃんが子供たちがね、魚めっちゃ好きでしょ。うん、魚ね、大好きなんで食わせてあげたいなと思って。お父さんが釣った魚を食わせる、食べる、そしてまた一緒に釣れていくと。そういうこと。親父の釣りロマンの旅でございますと。でやる釣りはまずはサビキ、いろんな魚が釣れます。アジ、サバ、カマス。今日風がめちゃくちゃ強いんですけど、余裕があれば沖の方に畑、カサゴっていう根魚、出汁が美味しい魚をね狙って、息子たちの今日は晩飯にする、晩飯にするぞ、やるぞ。はい、頑張ります。ではあの、ぜひ最後までご覧ください。しまーす。どうぞ。めちゃめちゃ逆光ですけど、現場到着。ここでみんな連結を解除します。一旦こう水深を見るためにゴールデンボールちゃん投入します。で、ボタンをオンにすると、情報来ました。水深15メートルです。見て、これも魚の反応があります。そうで、ここからもらえる情報は基本的には地形が一番大事だよね。こうちょっと緑の藻が生えてたりとか、水深にゴツゴツが分かったりして、基本海って何もいないんですよ。砂漠なんですよ、わーって。けどその中でもちょっとこう水深が急に下がったり上がったりっていうところに、プランクトンとかが集まりやすくて、食物連鎖で魚とかが集まる。それ岩場とか深さが急に変わるところとか、そういうところを探すの。理解しました。魚いたら映るんだけどね、なかなかそこはピンポイントで一匹いてもちょっと映っても、はいはい、釣れてもむずいから、魚群を探します。了解しました。はい、はい、早速足元で魚体に反応があったので、海の中カメラを入れてみます。仕掛けは釣り具屋とか100円ショップとかでも買えます。針にヒラヒラがついてる仕掛けで、下に青いカゴがついてます。この青いカゴに巻き餌って言われるちっちゃい、オキアミっていうエビみたいなやつを入れます。で、そのまま海に沈めると、こう巻き餌がですね、上の方にこう広がるんです。とは匂いに魚が寄ってきて、その針がね、その匂いというかこの餌と同調して、まあ、魚が間違えて食べるというような、すごくまあシンプルだけれども超過が上げやすい釣りになってます。食ってる食ってる、感じる、巻いて巻いて巻いて、ゆっくり巻いて巻いて、え、感じる、巻いて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 、ゆっくりでいいよ。どうですか、何も感じない、もうちょい巻いていい、もうちょい巻いていい、いいよ。痛い痛い痛い、キス、これね、ハゼっすね。キスキスはね、この時期取っちゃいけないんだけど、ハゼが食ってきたよ。これも唐揚げとかしたら美味しい魚ですよ。かわいい、綺麗じゃない、綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗、大魚っぽいっすね。本日1匹目でございます。いや、僕何もしない釣って渡しましたね。しのずきね、美味しくて食べてみようね。綺麗な、おそらくハゼ、エソかな、エソの子供かな、ハゼだと思うけど、
これエソだね。顎が大きいから。エソってかまぼこの材料とかあるよね。はいはいはい。小骨が多くてすり身にする魚なんですけど、このサイズは美味しいな。なんか綺麗な感じですね。ありがとう。シュウさん、今日雨降ってましたっけ？いや、こんな感じですけど。海に座ってるんです本日雨は降っておりません。快晴です、ね、しかしです、波をかぶっております。しこたま、しこたまかぶっております。爆風すぎて見た気なんすね。やばいよ、やばいな。さっきの波めっちゃ入ってきて、もうねボートの浸水もひどいです。一旦岸に戻ります。先ほどめちゃくちゃ波をかぶりましてね、とんでもないほど浸水したんで一回ひっくり返します。おーおーおー、抜けてく。はい、ありがとうございます。これで戦えるぞ。またはい、ちょっと機材トラブルが発生しております。わかりますでしょうか。 GoPro のこのレンズの中にこの謎の気泡、白いこれね、入ってしまって映像ぼやけるんですね。でなるべく iPhone で綺麗な映像を撮って、可能であれば GoPro でも撮ってお届けします。めちゃくちゃ魚が真下にね、とんでもない魚群来てます。ここの、ここの魚全員ここに今下にいる。じゃあやっちゃってすんごいことになっております。すんごいことになっております。大丈夫、一番足来た。あ、しっかり食ってる。今回は食っている。引いてる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 。カモンカモンカモン、こっちで来ました。こちらカサゴでございます。イエーイ、やった。天ぷらうまいね。ちょっとレンズの真ん中ちょっとおかしくなっちゃって、いく初カサゴゲット。おめでとう。今匂いで来ました、ね、匂いで来たんだね。あんま餌入れなくてね。カサゴ、しゅんちゃんボート1匹目。そうっすね、初めてのボートで餌なし3匹釣りました。これめちゃめちゃ美味しいよ、カサゴって。これトゲが鋭くて岩の間でねクッてこう挟まるようなサイズです。おめでとうございます。いえ、食った減った。おお、仕留めた。2匹スズメダイというやつ。これ堤防でも定番のお魚でして、食べれるんですか。食べると思うけど、食べたことないし、あんまり食べないかも。いずれにしても2連掛けやりました、シュン。おめでとうございます。ヒットしましたね。ただちょっと針がロープに引っかかって、貴重なタンパク質が。お、なんすか。あ、かます。だから口こんなんあるけど、先っぽしか穴開いてないんだよ。へぇ、歯は開かないですね。こうしか赤と青が青やなんですね。食べるとこ少ないんですけど、少し風が収まってきたので、沖に移動をして、この手元に見えているエビを使って天野釣りをしています。よっしゃ、やばい、でかい、これでかいでかい、めっちゃでかい、やばっ、やばいやばい、マジででかい、シュー、やばい、カメラ超突っ込むんだけど、やばマジやば、負けない。ちょっと待って、潜れたらやばい。でもこれやばいやば、すごっ。なになに、めっちゃ暴れんだけど、これね、網だわ。あ、自分でやるわ、大丈夫。うおー、すごっ。ちょっと待って、バラしたくない、姿見たい。無理せず行こう。やっば、石台とかかな、やば。あ、見えてきました。あ、痛い、うつぼー、くそーこいつ怖いんだよ、本当に。あれ飛んだな、うつぼちゃんいたか。お、いや、外れた、よかった、セリフで外れてくれた。すごい、リトルマーメイドのアースの手下ですね。怖かった。す
めっちゃ引いたわ、でも楽しかっためっちゃ引いたわ、ブリかと思った。これは俺だ。こんなもさっきのウツボでもうヨレヨレ糸が。ウツボの歯マジ鋭いっすね。この針がね、強い糸でついてるんですけど、一本食いちぎられてます。だから逃げてったんだね。恐るべきウツボ。よっしゃ、おもいマジで重いです、マジに重いです。あ、上がった。でかい。だだだだ、でかい。でかやば、でか、伝わる。これ 主レベルで、主レベルっすね。やば、でかさカメラ伝わるかな。500ペットボトルやりました。よりでかいな。やりました、やった。こいつも美味しく締めましょうね。はい、美味しく食べるためにね、ちょっと締めるって作業を行います。結構どんな魚もね、このエラの延長線上触ると硬いところあるんですよ、はい、これが頭蓋骨で、この裏に脳みそがある、はい、その頭蓋骨の上ぐらいからナイフを入れて、待ってね、硬いこいつで脳みその方にグッと入れると目がグッグリュンとなる。一瞬でまだ締まりきってない。おっ、経過。これでも動かなくなります。はいはいはい。で、目が潰れてきた。そうで、このエラ、エラがこうやって背筋、背骨がグーッと入ってるんですけど、背骨の下側にね、血管が通ってるから、まあちょっと背骨のこの辺から入れて、背骨にちょっと当ててクッとクッと引くと、ドクドクと血が出ます。おお、出てきましたね。でこの中でこうやって動かして、めっちゃ血が出るでしょ。体内の血がなくなると超美味しく食べる。前回来た時はここでね、俺釣れなかったんですよ。運だね、運もあるよね。大物を狙いに大きいに出てきてよかったね。よかったね、マジで。浅瀬でスズメダイと格闘しなくてよかったっすね。本当に結構歯鋭い。これでね、逃がさないんだね。氷で冷やしておきます。やっぱ当たり取るの難しいか。難しいっす。風が強くて糸がね、流れのもあるしね。先ほど釣った小さな魚を泳がせ釣り、即興でアイディアショーですね。いや、しかせ泳がせ仕掛け誘導天野に作りました。ちょっとやってみよう。マジ乗せた、マジで。え、さっきの泳がせ仕掛け、え、マジ週3にもついに北が訪れました。皆さん、何しに来た、食おうとしたんかな。北枕がこの腰掛けになんで襲いかかってきた。食えんじゃん、サイズ感的に。こいつの粘膜でこいつ死んでしまうかもしれないし。いやいや、でもね、結果出しましたねおめでとう。アイディアショーでございます。これ触らないようにリリースで、はい、さばいていきます。ズーロコトリ、お腹を上げます。内臓を除去します。切ります。雑味になるんだよ、そしたらね、火が通りやすいように切れ込みを。塩っすね、塩。
で水気を取りました。どんな魚もね、塩を振って水気を取ることでめちゃめちゃ雑味が消えて美味しく食べられるのでおすすめです。このまま15分ぐらいかな置いておきます、冷蔵庫で。